テンプレート、ノート、WikiProject L-02C は、LG Electronics Japan によって開発された、NTT ドコモによる、初の、第3.9世代移動通信システム、ロングタームエボリューション通信サービスクシーに対応した、データ通信端末である。2010年12月24日の NTT ドコモの3.9世代通信システムである。 LTE のスタートと同時に発売が開始される。最大通信速度が下り 75Mbps、上り最大 25Mbps と超高速、通信は可能だが、提供開始当初の利用エリアは、東京、神奈川、千葉、名古屋、大阪の中心部や、研究開発拠点のみとなるため、それ以外のエリアでは、HSPA 方式の通信の対応となる。また、 HSPA 方式や 3G 方式の場合は、フォーマープラスエリアも利用が可能なことと、国際ローミングエリアでも、3G、GPRS どもに利用が可能となる。端末の形状は、USB 接続型で、USB ポート側のキャップも本体についているため、キャップをなくすといったことはない。L-05A などと同様に、 ゼロインストール機能が搭載されており、L-02C をパソコンに接続するだけで、USB ポート経由で通信設定ファイルと L-02C 接続ソフトのインストール画面が自動で行うことが可能となる。料金プランは新たに新設される、クシーデータプラン2年間、くしデータプランとなるが、サービスを記念したキャンペーンにより、 二年の場合二段階定額で月額4935円で使い放題となる。サービス開始当初利用できるインターネットサービスプロバイダーはモペラユーのみとなる。クシー、サービスエリア。ありがとうございます。